今日も始まりました、砂押しりえ子のりえクック第3回目ということで、実は2本撮りしてます。はい、今日は前回の油揚げ残ったですね、我が家でその残った油揚げでもう一つ作ろうと思って、今動画を作ってますよね、撮ってます。はい、今日はその油揚げを使って、簡単にできる、お酒のおつまみを紹介したいと思います。それではレッツクッキング、材料の紹介をしたいと思います。前回とあまり変わらないんですけれども、いきます。今日の材料はとろけるチーズ、そして油揚げ3枚使うよ。中に入れる具材はみんなの家にあるものを使ってね。それで出来上がり。はい、材料の紹介でした。まずこの油揚げを半分に切ります。切ってきます。こうやってね切っていきます。そしてここにこれね、とろけるチーズ、そしてこの我が家このシーチキン、もうね、シーチキンってもうこの中身がもうね味がついてると思うんですよ。なのでこれをシーチキンととろけるチーズをこうガシャンコして、これを混ぜていきます。はい、そしてこれね、これをこうやって混ぜていきます。はい、これを混ぜますね。はい、味付けは何もない、このまま、はいです。はい、そしてこの油揚げこの中に開けます。ビヨーンって開けたら、そしたらこの先ほどのチーズとシーチキン、これをこうやって中に詰めてきますね。皆さんは夏休みどっか行かれました？うちはね、実は子供と2人で、子供が半額ということで、ディズニーランドにこの間2人で行ってきました、娘と。なんか4年ぶりぐらいに行って、あとなんかベイマックスがすごい面白かった。ダディダディダウダダディナディダって、なんかね、乗り物に乗ってこう DJ、 なんかスタッフの方が DJ みたいな感じで、いろいろ振り付けをこうやってやるんですよ。でそれをみんな乗りながら一緒に踊るんですよ。で待ってる間もみんなこうやってなんかこう振り付けをねやって、一緒に私も娘と一緒になってなんか踊ってました。はい、でこんな感じで入れてきます。はい、爪楊枝をね用意します。爪楊枝をこうやってもう手が油こうやって串を刺して出ないように刺していきます。はい、予熱したオーブントースターで焼いていきます。焦げとか様子を見ながら焼いていてください。油揚げを焼いている間、何か一曲お送りしたいと思います。それでは聴いてください。何の曲かな。焼き芋お腹がくホック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 、あっちちのち食べたらなくなる、何にもパ、俺焼き芋まとめてグッチパ。はい、焼き芋グッチパでした。はい、そろそろできるかな。残った油揚げで作りました。
簡単おつまみが出来上がりました。本当は私今日納豆入れたかったんです。納豆入れたかったんですけど、冷蔵庫見たらあると思ってた納豆がなくて、実はさっき夫に聞いたらこれ食べちゃったって言われて、で急遽家にあった、ツナ缶とチーズで作ってみました。はい、この材料費は、前回の、油揚げピザに続きまして約100円です。はい、ご自宅にある余った具材で簡単にできます。これね、おつまみっていうかつけるものとしてトマトケチャップ、あとはマヨネーズとかつけて食べていただくとすごく美味しいです。ぜひね、チーズってすごく万能なんですよ。だから何でも合っちゃうんですよ。なのでぜひ作ってみてください。ということで、第3回目のリエクックは余った油揚げで、簡単おつまみを作ってみました。それでは、第4回目のリエクックも楽しみに待っていてください。はい、今日も最後までありがとうございました。それでは素直しリエコでした。またね、バイバイ。ありがとうございました。また見てくださいね。